皆に置いていかれてしもうた。マスどこにあるんじゃ。真っ白いお花とはこれか。ああ、それは、おー、思い出したぞ。皆は落ちの巫女様たち。そうか、オラは真っ白い風車を取ろうとしたのか。あの子の分の風車を。なあ、あんた、一つ頼みがあるんだ。なんだ。オラを神隠ししちゃくれないかい。なんだと。オラ、実は知ってるんだ。あんたは忍びなんだろう。坊様たちが言っていた、忍びは神隠しができるって。何故それを望む。神隠しした先にきっと皆がいる。皆のもとに行かねばなんねえ。何せオラは巫女様たちのお世話係だからな。なあ、お願いできねえかな。できぬ。そうか。もし気が変わったら頼むな。やっぱりオラを神か。みな、なに、な。できぬ。そう、もし。ならば我が幻に惑え。高みの見物と洒落こもうか。
腕を上げたね、狼。私のためそなたは戦ってくれた。捨ておくことなどできるものか。狼よ、我が血と共に生きてくれ。狼殿よ、かつてアシナにその時そう我が子では お前さん、どうやら古い記憶が目覚めたようじゃな。ああ、巫女様を見た。そうかい。司祭は聞かぬし、語りもするな。見えたものは、己のうちに留めておくもんじゃ。武士殿は、そこの仏で、何かが見えたのか。お前さん、人の話を聞いてたか。どうなのだ。炎じゃ。炎、何を備えようとも、それしか見えん。一面の、アシナを焼き尽くすような、炎。それは、この話は、しまいじゃ。酒を持ってきた。猿酒か。愛も変わらず辛い酒だ。だが、これが懐かしい。よく
飲んでいたのか。猿どもの住む谷、そこで忍び修行をしておった。一人か。いや、二人でじゃな。わしらははぐれ忍び、まともな死はもはやおらなんだ。故に落ちれば死ぬる谷で、ただひたすらに駆け飛び刃を交える、そのような修行を重ねた。じき猿と変わらぬほどには動けるようになったわ。修行に飽きるとわしはこの猿酒を飲んだ。そしてあやつの泣き虫の指笛を聞いた。泣き虫？変わった指輪があってな、それをはめて指笛を吹くと、谷に悲しげな音が響き渡るのじゃ。不思議とわしはその音が好きでな、よう吹いてもらったものよ。わしが彫る仏はどうやったって怒りが業深い。お前それで、わしがこう、お前それで、ではな、また。よう旦那、また飽き。
じゃあな、旦那。
国の鉄砲取りで噂以上よ。備えなきは無謀であったわ。懐かしい先方寺の鐘が聞こえな。このため、その鍵が置いて行け。
い。
Thank you.
Yeah.